不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。日銀の金融政策決定会合で政策金利を 0.1% から 0.25% に引き上げる追加利上げが決まりました。この決定により住宅ローン金利の上昇を心配する声が多く見られます。本日は住宅ローン比較診断サービスモゲチェックを運営する傍ら、住宅ローンアナリストとしても活躍する塩澤隆さんに住宅ローンへの影響についてお伺いします。本日急なお願いにもかかわらずお受けいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。でまず最初になんですけれども、日銀政策決定会合の結果と、直近で総裁による会見が行われました。その内容についての受け止めをお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、まず私の予想通り利上げが行われたなというふうに考えております。で、今回ですね、やっぱり一番大きな利上げ の、理由というのが賃金の上昇ですね。でこの3月に春闘が行われてですね、過去に例を見ないぐらいのですね、賃上げが行われたと。でそれがですね、3月の春闘というのは基本的に大企業中心に発表されるんですけども、それが中小企業にも広がるのかっていうところが大きなポイントだったんですけれども、そこへの広がりも見せつつあるというところで、今後のですね、賃上げの流れっていうのは、進むだろうというふうに判断した。ここがですね、やっぱり一番大きなポイントだったのかなと思います。で、もう一つですね、個人消費っていうところですけども、ここについては、日銀総裁はですね、植田総裁は、そこまで強いわけではないけれどもというふうな、前置きは言ってたんですけれども、ただ底堅く、慎重するんじゃないかと。いうふうに、発言してましたんで、そういう、賃金上昇を起点としたですね、消費の強さ、そして、物価の上昇っていう、ここのパスが徐々に見えてきたっていうところが、今回の、利上げの背景かなとは思っております。で、あともう一つですね、植田総裁の話を聞いてて思ったのが、今後もですね、継続的に利上げを、続けたいという、そういった意思がですね、感じ取れたかなと思います。で、メディアの方もですね、何人か、例えば、過去ですね、日銀って 0.5% 以上の利上げってやったことがないんですけれども、それってどうお考えか、みたいな話ですとか、あと年内の利上げですね、もう一回の利上げってあり得るのか、みたいな、そういった質問があったんですけれども、それに対してしてはですね、特段大きな否定的な発言というのはなくてですね、データ次第ですよと、要はその経済物価情勢次第では、それもあり得るという、そういった含みをですね、持たせるような発言がありましたので、今後ですね、日銀としては、日本の経済が順調であればという前提なんですけれども、利上げっていうのは緩やかに続けていきたいというふうに考えているんだろうなとは思います。では本題住宅ローンの方に移っていきたいなと思っております。まずはじめに住宅ローンの影響、直近数ヶ月にわたってどういうところが顕著に出てくるのかというところをお伺いします。そうですね。まず、今回がですね、要は0から 0.1% という水準から 0.25% へという、小幅な利上げですので、住宅ローン全体と見ればですね、そういったそのインパクトっていうところは限定的かなというふうに考えています。で、これは変動金利も、固定金利も、同様かなと思っておりますので、今回の利上げがあるからといって、慌ててですね、高額をですね、繰り上げ返済しないといけないとか、そういったことはですね、考えなくてもいいのかなとは思います。では、まず、変動金利で、すでに住宅ローンを借りている方、既存ユーザーの方に対する影響はどのような形で起こるんでしょうか。はい。そうですね。現在、返済中の方への影響ですけれども、結構なタイムラグがあった後ですね、金利負担がちょっと上がるっていう、そういった形になるかなと思っています。で、具体的にはですね、いつから金利負担が上がるかと言いますと、2025年の1月ですね。このタイミングで、おそらくですけれども、0.15% 分、適用金利が引き上がるだろうなというふうに考えています。で、なぜそうなるのかっていうところなんですけども、まずそもそもですね、変動金利の決まり方っていうところからちょっとわかりやすくお伝えしたいなと思います。で、変動金利の決まり方なんですけれども、基準金利という住宅ローンの定価ですね。で、こっから審査時に決定される引き下げ幅、これを引いた残りがですね、適用金利という形で皆さんが実際に支払う金利となります。で、住宅ローン、変動金利を一度借りた後はですね、この基準金利、これが上がるか下がるか次第なんですね。ご自身のその適用金利が上がるかどうかっていうの。
で、この基準金利というのは、多くの銀行では短期プライムレートという法人融資の金利と、連動しております。で、この法人融資の、金利ですね、タンプラーなんですけれども、大体日銀が利上げしてから1ヶ月ぐらいタイムラグするんですよ。過去のその利上げをですね、の局面でどういったその政策金利とタンプラーの動きがあったのかっていうところを分析すると、それぐらいのこうタイムラグがあったので、今回も同じようなタイムラグが発生するだろうと。ですので、7月末に利上げがなされると、その1ヶ月後ですね、8月末か9月頭ぐらいに短期プライムレート、つまり住宅ローンの基準金利が上がるだろうと。そうしたときに、じゃあ、銀行はですね、いつそれをその変動金利の適用金利引き上げに、結びつけるかっていうことなんですけれども、4月と10月、年2回、変動金利ですね、切り替えるタイミングがあります。で、今回、9月にですね、基準金利が上がった場合、10月のその判定タイミングに間に合いますので、10月の時点でですね、銀行は、基準金利上がったよねっていう形で、処理をするのかなと。で、そうなると、じゃあ実際にいつ、それをですね、変動金利ユーザーに適用するかっていうと、多くの銀行ではそれの3ヶ月後ですね。つまり、2025年1月の返済から、その0.15%分上がった分をですね、適用金利に反映するっていう形になりますので、今回上がるんですけれども、実際のですね、金利負担増っていうのはもうちょっと先ですね。2025年1月から、金利っていうのが上がるんじゃないかなとは考えてます。実際にじゃあどれぐらいの影響があるのか、負担金額といったところの話になってくるかなと思います。短期プライムレートによって適用金利が変わったときに、変動金利を受けている方たちにどれぐらいの影響があるのかについてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね。今回、0.1% の政策金利が0.25%に上がるっていうふうになりますので、差し引き0.15%分ですね、基準金利、つまり、適用金利も上がるかなというふうに考えています。で、実際それがですね、毎月返済額にどれぐらいの影響があるかなんですけれども、例えばその元本3500万円の、お客様がですね、35年間借りてますと。で、今の金利が0.5%。これが0.65%になりますといった場合、だいたい毎月返済額が3000円ぐらい増えるというのが、試算結果となります。ですので、そんな結構増えたからといって、急に払えなくなるみたいなことっていうのは、ちょっと起こり得ないのかなと思います。あと、加えてですね、銀行によっては5年ルールっていうのがありますので、それ何かと言いますと、その5年間の間に金利上昇があったとしても、毎月返済額は一定にしますよと。で、何が変わるかというと、その金利と元本のその負担の内訳ですね。これを調整しますと。ですので、先ほど申し上げた、金利が上がると3000円分ですね、金利負担が増えて、で、逆にその分ですね、毎月、償還する元本の額、これを3000円分減らすという、そういった操作をしますので、実質的に目に見える形での負担は増えてないというふうになるユーザーも、一定数いるかなと。ただ、この5年ルールというのは、返済を先送りするっていう、そういった話ですので、5年後にはですね、やっぱりその残ってる、たくさん残ってる元本に対して高い金利がかかってきますので、毎月返済額がぐっと上がってきますので、その点はですね、ちょっと頭に入れていただく必要があるかなとは思います。元本の、金額が増えればですね、当然のことながら、その毎月返済額のインパクトっていうのは増えますと。なので、3000万円、3500万円借りてて3000円っていう形であれば、もし1億円借りてるのであれば、1万円っていうふうになりますので、そこはですね、やっぱり借りてる額に比例して、負担額が増えるというふうになります。収益物件数ナンバーワン、不動産投資を始めるなら、楽町アプリ、楽町で検索。続いて、変動金利の新規借り入れユーザーに対する影響をお伺いしてもよろしいでしょうか。新規借り入れユーザーにつきましては、8月の金利はですね、おそらく7月と変わらない、ステイというふうに考えてますと。で、理由は、今回7月31日に利上げがあったので、8月の金利、これ銀行さん間に合わないんですよね。なので、そこはもう横置きですと。で、じゃあ、いつ金利上がるのかと言いますと、9月ですね。ここの金利が上がるだろうと。で、基準金利が0.15%上がっているので、普通に考えればですね、適用金利ですね。これも0.15%上がるのが、順当かなと思うんですけれども、ただやっぱり一部の金融機関さんはですね、新規の獲得ですね、ここの流入を細らせたくないというふうに考えるだろうというふうに思いますので、そういった銀行さんはですね、0.15%も上げない。
まあ、0.05% とか 0.1% の引き上げにとどめるという、まあ、そういった銀行さんが出ても、まあ、決して、まあ、驚くことではないかなと思います。まあ、それぐらいですね、やっぱり変動金利の獲得競争って非常に激しいので、で、かつはやっぱり住宅ローンっていう商材がコモディティですね、なかなかこう差別化しづらい商品ですので、やっぱりこう金利の叩き合いになりやすいと。ですので今回もですね、まあ利上げという局面なんですけれども、まあ新規向けの金利っていうところについては、我慢比べするような銀行っていうのが、まあ出るんじゃないかなとは思います。今回のその政策金利の引き上げっていうのはですね、いわゆるその銀行の基準金利の引き上げにまあつながる話ですので、まあマイナス金利解除では基準金利を上げなかった銀行さんもですね、まあ今回の0.25%へのまあ利上げであれば上げるという、まあそういった判断をする銀行がもう大半なんじゃないかなとは思います。はい、で、住宅ローン、銀行さんにとっての住宅ローンという商材についてなんですけれども、これ他の貸し出しに比べて、貸し倒れリスクの少ないというところがあるので、銀行としては積極的に融資をしていきたい商品の一つになるんでしょうか。そうですね。まさにおっしゃる通りで、基本的にデフォルト率がですね、相当低いと。まあ、0.1%あるかないかと言われてますので、まあ、銀行としては、まあ、積極的に貸し付けたい商品ではあります。で、ただ、その銀行によってですね、その資産、まあ、銀行によって、その、まあ、収益の戦略っていうのが、やっぱりこう、まあ、バラバラでして、ネット銀行さんは、基本的に住宅ローン銀行ですので、まあ、住宅ローンの残高をいかにこう積み上げていくかっていうところが、まあ、非常に大切になりますし、一方、メガさんになってくるとですね、住宅ローン以外の収益っていうのもたくさんありますと。だからそうなってくると、まあ、住宅ローンがあまり儲からないんであれば、他のところに注力しようみたいな、そういった動きが出てもおかしくないので、まあ、そういった意味で言いますと、その銀行間の、その銀行のその住宅ローンへのその注力度合いによって、まあ、今後のその金利の上がり方っていうのが多少変わってくる可能性というのも、まあ、考えられるかなと思います。で、最後、固定金利についてになります。固定金利で借りている方、これから借りようと考えている方に対する影響をお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、固定金利ですけれども、まあ、今回の利上げによる影響というのは、9月ですね、9月の金利に反映されるかなと思います。で、まあ、何を申し上げているかと言いますと、まあ、今回、利上げをするとですね、8月の短期金利および長期金利、これがですね、じわじわと上がっていくかなと思いますと。で、銀行さんはですね、固定金利、何をどう見て、まあ、プライシングですね、金利を決めてるかと言いますと、長期金利の動き、これを見てプライシングするんですね。で、大体ですね、前の月の20日か25日あたりでですね、プライシングをするんですよ。なので、じわじわ上がってきた長期金利、で、これを、まあ、8月25日あたりに見てですね、まあ、前月に比べて上がってるよねと。となると、9月の、まあ、固定金利引き上げようかっていう、まあ、そういった動きになるかなと思ってますので、まあ、9月の金利っていうのは、今よりももう一段階上がる可能性はあるかなと。例えばそのフラット35という、固定金利の代表的な商品があるんですけれども、今だいたい1.8から1.9の間で推移してますけれども、まあ、今後ですね、2%超えっていうところですね。まあ、これは全然考えられる話かなと思います。で、ただその後ですね、固定金利どうなるかっていうところなんですけれども、次考えるべきはアメリカの利下げですね。ここも一つポイントになるかなと思います。で、結論から申し上げますと、アメリカの利下げがあると、日本の固定金利は下がる可能性もあります。要はそのグローバル全体で金利上昇圧力が弱まりますので、アメリカがまあ9月に利下げするんじゃないかと言われてますけども、そうなってくると、9月の日本の長期金利も下がる可能性もあるんですね。となると、10月の固定金利、ここはですね、9月よりも下がる可能性もありますので、まあ、今回のその日銀の利上げの影響と、アメリカのまあ今後あるかもしれない利下げの影響、まあ、この2つをですね、まあ、注視するっていうのが非常に大切かなと思います。これまでは、塩澤さんの目線で言うと、変動金利一択っていうお話があったかなと思います。今後も変動金利一択なのか、それとも固定金利を選択するべき余地が出てきたのか、その点についてお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね。まあ基本的にまあ私は変動金利有利じゃないかというふうに考えてまして、まあこの考えっていうのはもう、まあ以前から変わってませんと。で、その今回の利上げっていうところもですね、まあもともと予想していたことでして、まあ私の見立てとしては1%ぐらいまで政策金利上がるんじゃないかなと思ってるんですね。で、ただその金利が上がったとしても、変動と固定のその金利差がひっくり返るようなことっていうのはまだなくてですね、今、変動と固定の金利差って1.4%とか1.5%ぐらいありますので、まだまだやっぱり変動金利が有利だと。
あと、加えてですね、もし、まあ、もっと、こう、金利が急上昇した、まあ、するようなことがあったとしても、それがですね、ずっと継続的に、まあ、行われない限りですね、あの時固定にしておけばよかったみたいなことっていうのは、やっぱり考えづらいかなと。やはり、その金利の動きっていうのは、その経済のサイクルと、こう、連動するんですね。で、今、日本の経済がいいので、まあ、金利もちょっと上がる調子ですけども、逆にその景気っていうのは悪くなることもありますので、まあ、そうなってくると、やっぱり金利も下がりますよね、と。なので、やっぱり変動固定っていうのは、まあ、なかなかこう、選ぶのが難しいところなんですけども、まあ、変動金利をまあ考えるっていう意味で言うと、その金利が上がったとしても、まあ、耐えられるような家計設計にしているんであれば、まあ、そのちょっと上がったからといってですね、固定金利に乗り換えるとか、そうするっていうのは、あまりもう考えなく、まあ、上がるときもあれば下がることもあるよねっていうふうに、まあ、ちょっとこう中長期目線でですね、まあ、お考えいただくのがいいのかなと思います。あともう一つちょっとお伝えするとですね、まあ、今後、まあ、もちろんね、金利がちょっとこう予期せぬ動きあるかもしれませんけども、まあ、それへの備えを作るという観点でも、投資ですね、これは非常にこう大切かなと思います。まあ、これがこう株式投資であったり、不動産投資でもいいと思うんですけども、まあ、実際にその余裕資金でしっかりとその現金、貯金じゃなくて投資をするということ、これが大事かなと。今ちょうど日銀がですね、まあ、インフレにしていくというふうになってますので、現金を持っていた方が逆にリスクなんですよね。要はその、持っているだけで毎年確実に2%ずつ目減りしてきますんで。なので、この現金をですね、他の器に移し替える必要があって、まあ、その器っていうのが、まあ、インフレによって膨れ上がるような株式であったり、不動産投資であったり、まあ、こういったものをですね、組み合わせることによって、変動金利のその金利上昇リスクっていうのを和らげることができますので、まあ、こういったですね、その家計設計をするっていうのが、まあ、今後大切になるかなと思います。SNS とを見ると、金利が上がって住宅ローン死んだみたいな、やばいみたいな、かなり焦っている方たちの声も結構見られます。まあ、正直、今回の内容を踏まえると、そこまで悲観的にならなくても良いというところになってくるんでしょうか。そうですね。結論おっしゃる通り、あまりその悲観的にならなくていいというところですね。で、加えて金利が上がるってどういうことかっていうこともですね、しっかりと考えた方がよくて、要は何言ってるかというと、賃金が上がるってことなんですよ。今回なぜ日銀が利上げしたかというと、賃金が上がってるからなんですよね。なので、払える原資っていうのがあるはずなので、そこまでこう慌てる必要はないと。なので、景気が良くなってきてるっていうのは、これはもう日本全体にとって喜ばしいことなので、これはもう全然金利が上がるってウェルカムだと思うんですよ。なので、こういったその大きなその、まあ、環境変化ですね。っていうところを踏まえて、逆にそういうこう、まあ、ベースとしてあるそのインフレっていうところをうまく、まあ、自分の味方にしつつですね、将来的な、まあ、予期せぬ金利上昇があったとしても、耐えられる家計を作るっていう方がですね、まあ、今、まだね、すごく低金利、変動金利って低いですので、そこのメリットも享受しつつ、リスクヘッジもできるっていう、まあ、こういうですね、両取りができるかなと思いますので、まあ、そういうふうにこう思考をですね、まあ、考え直していただくっていうのが、まあ、非常にこう大切なんじゃないかなとは思います。最後になるんですけれども、とはいえ、金利が上昇するというところで、逆に本当焦った方がいい方も中にはいらっしゃるのかもしれないなと思っております。例えば、ペアローンでもう年収倍率ギリギリまで借りている方だったりとか、注意すべき方、そういった方たちが、まず最初に何をすべきなのかというところが、もしあればお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね。まずやるべきはですね、住宅ローン金利の見直しですね。これをしっかりやった方がいいかなと思いますと。で、まあ、いろんな人がまあ変動金利を借りたりとか、固定金利を借りたりっていうのをしてると思うんですけども、相場よりも高い金利を借りてる方っていうのも一定数いらっしゃるんですよね。なので、同じ変動金利、もしくは固定金利であれば、より低いものに乗り換えると、同じ金利タイプで。これをですね、しっかりと、まず考えていただくといいかなと。まあ、いわゆるその住宅ローンの借り換えという行為ですね。で、金利が下がるんだったら、借り換えしない理由はないので、これちゃんとこう、比較検討して、それをちゃんと見直しをしましょうっていうのが、まず一つやるべきことかなと思いますと。で、まあ、それをした上で、まあ、次やるべきことっていうのが、まあ、他の、まあ、支出っていうところを見直せないかなっていうところですとか、あとはその収入を増やすっていうところですね。まあ、もちろんすでにこう、まあ、共働きの方であれば、なかなか難しいですけれども、まあ、一人しか働いてないというのであれば、配偶者さんにもこう、働いていただくですとか、まあ、そういった形でですね、よりこう家計を安定化させるようにこう動いていく。あと、プラスもう一つが、まあ、先ほど申し上げた投資っていうところですね。これをまだまだしっかりとやれてない方も多いかなと思うので、そういったものを組み合わせて、よりこう家計を強くするっていうのが、まあ、非常に大切かなと思います。では、今日は以上になります。住宅ローンへの影響について、本日は塩澤さんにお伺いしました。本日はお忙しいところお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。